今回は、まあ、定番マイクと言っていいと思うんですが、こちら、DJI の FM15 フレキシブルマイクを購入しましたので開封レビューします。で、まあ前回の動画で、この α6100 の、動画専用改造ということで、まあ、このスモールリングつけたんですけど、ちょっとまたアップグレードしまして、このように、まあ、100均で売ってる、黒のスポンジを、まあ、両面テープで、このように貼って、風切り音対策をしました。で、この風切り音低減は、以前動画で説明しておりますんで、説明欄にリンクしておきます。で、まあ、今回この DJI のマイクを購入したんですが、前回ロードのビデオマイクロの方をちょっとテストしましたが、まあ、それよりも小型軽量で、まあ、外でジンバルに乗せた時も使えるマイクということで、こちら購入してみました。で、まあ、開けるとマイクだけしか入ってなくて、はい、こんな感じの、マイクが入っています。で、まあこのように曲がるんですけど、方向を固定できたりは、まあ、しないですね。で、このモフモフはちょっと外れるか試すとがっちり、ついていて、このモフモフは外れない感じになってます。なので、まあこのまま、まあカメラに挿して使う感じになります。まあこの辺がこう曲がって固定化されて、こう向きを変えられれば、まあ良かったんですが、そういった機能はなさそうです。で、今回はこの DJI のフレキシブルマイクとロードビデオマイクロ、あとこの6100の内蔵マイクで音質を比較したいと思います。はい、今マイクの方は α6100 の内蔵マイクで、風音低減はキルになってます。マイクの音質はいかがでしょうか。はい、今度はこの DJI のマイクをマイク端子に挿します。はい、マイクを挿すと見た目はこんな感じになります。はい、今度はマイクを DJI フレキシブルマイクに切り替えました。音質の方はどうでしょうか。はい、マイクの方はロードのビデオマイクロです。音質の方はいかがでしょうか。はい、今マイクの方は α6100 の内蔵マイクで、風音低減はキルになってます。はい、今度はマイクを DJI フレキシブルマイクに切り替えました。はい、マイクの方はロードのビデオマイクロです。はい、今度はこのジューンのクレーン V2 のジンバルに、このよく使っている、まあ、超広角レンズの SEL1018 と、まあ、このDJI のマイクをつけて、まあ、このような状態でちゃんとバランスが取れるかをちょっと試してみます。はい、とりあえずこんな感じで前後バランスは取れました。あとは電源を入れてみます。はい、特にこのような出っ張ったマイクをつけても、まあ、ジンバルに乗せて、まあ、いい感じで撮影できますね。うん、これはいいです。今見ていただいた通り、ジンバルの方に乗せて使うことができたんで、今度はこの扇風機で風切り音がどのぐらい軽減されるかっていうのを検証してみます。で、まず内蔵マイクの方で風音低減はキルでテストしてみます。今度は風音低減を入りにして試してみます。今度は DJI のマイクをつけて試してみます。
今度は強風で、内蔵マイクで風音低減キルで試してみます。今度は風音低減入りで試してみます。今度は DJI のマイクで、強風でテストしてみます。はい、今回DJI のフレキシブルマイクをいろいろテストしてみましたが、音質はこちらの方のロードのビデオマイクロとも比較してみたんですが、まあこのロードのビデオマイクロは音の音量もちょっと大きめに入っててはっきりした音質で録音されておりました。でこちらの方の DJI の方は音質は内蔵マイクより若干クリアに入っていて上かなという感じの音質でした。で、風切り音テストでは、内蔵マイクの風音低減切り入りと、この DJI のマイクでテストしてみましたが、風切り音低減効果はこの DJI が圧勝でした。いやー、これはびっくりな結果でしたね。あれだけ外ではっきりと風音を軽減してくれると、よっぽど強風でない限りかなりクリアに音を拾うことができて、非常に外のジンバル撮影では使えるマイクだなと思います。でまあ室内でもこのマイクをまあ突き刺すだけでセッティングが完了するんで、室内でも結構使えるマイクだと思います。で自分の場合はまあこういう形で後ろから離してまあ撮影することが多いんですが、まあ内蔵マイクはこの前面にあるので、まあ音は拾いづらいと思うんですけど、このマイクだと後ろからも音を拾うことができるんで、この点も非常に使い勝手がいいのかなと思います。ということで、このマイクは相当前から、まあ、注目はされていたと思うんですが、まあ、今更購入してみたんですけど、まあ、これ本当非常に使えるマイクだと思います。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。